どうも、折りたたみ式の時間です。今回は折りたたみ自転車を購入して半年以上乗ってみた感想動画となります。それでは早速感想を7つに分けてお話ししていこうと思います。まずは1つ目。折りたたみ自転車の最大の魅力、コンパクトに折りたためて持ち運びや保管するときにとっても便利だなーって思いました。これがね、やはり折りたたみ自転車の一番の魅力、そして楽しいところでもあると思います。僕自身ですね、マンションの駐輪場に停めずにこうしてね、部屋の中で保管してるんですけれども、部屋の中で保管するときにもやはり折りたたみ自転車折りたためますので非常にコンパクトになります。はい。なので普通のね、自転車、例えばママチャリなんかを部屋に置こうと思ったらものすごく場所を取ってしまいますけれども、非常にコンパクトになりますので、もうこれくらいのね、スペースがあれば部屋でも保管できちゃうってことですね。あとは折りたたみ自転車の特性を生かしまして、折りたたみ自転車を持って一人旅に結構行ってます。30秒から1分くらいあれば折りたたみ自転車って組み立てたりですね、折りたたんでコンパクトにできますので、折りたたんで輪行袋に入れて電車などに乗って旅先へ行きまして、自転車に乗って観光したりするっていうのはね、すごく簡単に楽しくできます。折りたたみ自転車を持って一人旅、めちゃくちゃハマってます。それでは次、感想の2つ目に行ってみましょう。はい、2つ目はですね、車体、タイヤなどが小さくコンパクトなので見た目、ルックスが可愛いと思います。僕自身ですね、こちら20インチの折りたたみ自転車、そして16インチのアルミ製の折りたたみ自転車、現在2台所有しているんですが、やはりね、どちらともタイヤがね、小さいのですごくね、見た目が可愛いんですよ。で、僕的な感想なんですが、タイヤが小さければ小さいほどやっぱりね、可愛く見えちゃいます。そういった意味で折りたたみ自転車は男性女性問わずおしゃれに乗れちゃう自転車だと思います。それでは感想の3つ目、行ってみましょう。はい、3つ目はですね、剛性感の感想です。一般的な折りたたみ自転車はですね、ハンドル部分がまず折りたためて、フレーム部分がまた折りたためるようになっているんですが、やはりね、僕自身もですね、折りたたみ自転車を購入する前、剛性感は大丈夫なのかなーなんて思ってたんですよ。しかしですね、剛性感全く心配いりません。ここに写ってるこの折りたたみ自転車はですね、ヤフオクで4400円で、購入した鉄製の折りたたみ自転車です。キャプテンスタッグのね、オリクルというモデルなんですが、僕がヤフオクで購入した時、サビサビでもうボロボロの状態で購入しました。まあそれを自分なりにまあ綺麗に磨いたりなんかして今現在も乗ってるんですが、剛性感はどうなのかななんてね、思いながら、知っている人は知ってると思うんですが、庄丸峠というね、まあちょっとした有名な峠があります。そこの峠をね、こう登ってみたりですとか、あとは剛性感を確かめるために100キロね、サイクリングしてみたりしてみましたが、全く問題ありません。めちゃくちゃよく走ります。中古でさえこの剛性感を保たれているということは、剛性感に関しては全く問題ないと思います。今のところですね、ギシギシとかね、ゴリゴリとかね、そういった異音は全くありません。折りたたみ自転車って結構ね、剛性感あるんだなって思いました。それでは次、4つ目の感想に行ってみましょう。はい、4つ目はですね、乗り心地ですね。乗り心地に関してもストレスとか不満を感じたことはありません。っていうのがですね、僕が所有している2台の折りたたみ自転車は少しね、こうした太めのタイヤが装着されています。はい。なのでこの太めのタイヤがですね、路面からの衝撃をこのタイヤがクッション代わりになってくれるというか、衝撃を吸収してくれてますので、乗り心地に関してもストレスを感じたりですね、不満に思うことも今のところ全くありません。それでは次、5つ目の感想に行ってみましょう。はい、5つ目の感想はですね、ハンドリング操作が軽いということですね。やはり折りたたみ自転車、ミニベロ、小径車なので、ハンドリングがですね、すごく軽いです。ママチャリなどの大きなね、タイヤの自転車などと比べると断然ハンドリングが軽いです。なので一般道を走っててね、何か突発的に避けなきゃいけないとか、あるいは急に人が飛び出してきた時とか、そういった時には結構ね、
ハンドリングが軽いのでクイックに、避けたりすることができると思います。ただハンドリングが軽い分ですね、大きな車輪のね自転車と比べるとですね、やはりね直進安定性が若干弱いなって思いますね。まあでも僕自身半年以上乗ってみて、別にそういったね直進安定性に不満とかねストレスを感じたことはありません。ということで6つ目の感想に行ってみましょう。はい、6つ目はですね、スピードに関しての感想です。スピードに対しての感想はですね、これもまたですね全く不満に思ったりとかストレスに感じたことはありません。っていうのがですね、ここに映っている折りたたみ自転車、こちらは6段変速の変速ギアがついてます。そしてもう1台のアルミ製の16インチルノーのプラチナライト8も、7段変速のギアがついてます。なのでスピードを出そうと思えば一番重たいギアに、シフトチェンジしてペダリングすればそれなりのねスピードは出ます。普通に走る分にはね全くストレスないスピードは出せます。ただですね、ガチのねロードバイクのようなスピードを出そうと思ったらそれはそれできついですけれども、まあ折りたたみ自転車でねそういったスピードを出そうと思っている方は多分いないと思いますけれども、はい、普通に走る分には全くストレスを感じない程度のスピードはそれなりに出せると思います。それでは最後7つ目の感想に行ってみたいと思います。はい、最後7つ目はですね、気をつけておかなければいけない点をお話ししてみたいと思います。気をつけておかなければいけない、いつも気をつけている点ですね、それはこのねサドルの盗難です。折りたたみ自転車って簡単にコンパクトにできたり簡単に組み立てられるように、ほとんどねこういったクイックリリース式のシートクランプがついてると思うんですよ。しかしねこれすごくシートポストの上げ下げが簡単にはできるんですが、逆に言えば盗難に遭う確率が非常に高いです。はい、サドルだけどっかに持っていかれてしまう可能性が非常に高いです。なので僕が気をつけていることは、まあ、例えばサイクリングに行ったり、まあ、最近ハマっている折りたたみ自転車で一人旅に行ったりするとき、気をつけていることはですね、まず、こういったですね、ちょっとわかりにくいかな。こういった太い鍵で、まあ、フレームを地球ロックしますよね。駐輪場などに止めて、これで、地球ロックします。そして、プラスですね、こういったワイヤー系の鍵でですね、こういった形でフレームとね、このサドルのレールにこういう風なワイヤー系の鍵で二重ロックみたいな感じにしてます。例えばね、コンビニで買い物して、まあ、2、3分自転車から離れちゃうとか、あと僕みたいに自転車で旅行するときなんか、観光するときとかね、自転車をちょっと止めて観光に1時間、2時間ちょっと歩きたいなとか、あとは自転車を止めてご飯を食べて、まあ1時間ぐらい自転車から離れるなとかっていうとき、やっぱりね、サドルの盗難、サドルを盗難されたらもう旅とか全く楽しくなくなってしまいますし、もうね自転車に乗れなくなってしまうので、まあ僕が折りたたみ自転車で気をつけていることはですね、シートポストのねこのクランプ部分がクイックリリース式になっていて、サドルをねすっぽ抜いて盗難に遭ってしまう可能性があるということを、まあ、考えてですね、こういうふうに自転車本体をロックする鍵とですね、サドルを守るためのこういったワイヤー系の鍵を使って二重ロックをしています。はい。地球ロックとサドルロックは大事だと思います。はい。ということで、折りたたみ自転車を購入して約半年乗ってみた感想をですね、まあ、7つ、お話しさせていただきました。はい。トータル的に折りたたみ自転車はですね、めちゃくちゃ楽しい乗り物だなぁなんて思ってます。これからも末永くね折りたたみ自転車楽しんでいこうと思ってます。これからもね折りたたみ自転車で一人旅に行く計画をたくさん立てておりますので、またねその動画が撮れ次第、はい、動画 YouTube にアップしていこうと思っておりますので、ぜひねご視聴していただけたら幸いです。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまた、バイバイ。